はいということで今回はフィットハイブリッドですねの L パッケージに載っていますやっぱりガソリン車と比べたら高級感がありますねタコメーターのとこもハイブリッド仕様になっています、まあ、ステアリングもブラウンを基調とした本革製ですかねのステアリングになっていますでシフトノブも違いますね まあ前期型は青を基調としてたんですけど、ブラックになってますね。一番いいのはこのシートなんですよね。硬くなく、どちらかといえば柔らかめですかね。めちゃくちゃ座り心地がいいですね、これ。よいしょ。こんな感じです。 このセンターラインがちょっとデミオに似てますね。で、ここもガソリン車とは違い。ソフトパッドになってますね。まあ違いはそんなもんですかね。遮音性とかに関しても基本変わらないですかね。まあ若干静粛性は高いかなって思います。まあやはり遮音性が高いとなれば 1一つ上のグレードですね、S パッケージを選ばれた方がいいかもしれないです。鉱石はこんな感じですね。あのアームレストついてていいですね。